はい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 。普通やったら絶対負けてるって。普通に。だってヒット数も同じで、ジャイアンツの方が2個もエラーしてんねんから。でも、勝てた理由は、やはり、岡本選手のホームランもあったし、エラー2個はしてるんだけど、要所要所での守備っていうのが、ものすごく素晴らしかったと思うので、僕今日、ジャイアンツが勝って、単独首位に立てたんちゃうかな、というふうに思ってます。はい、てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見えてください。よろしくお願いします。今日はですね、先ほど終わりました、スワローズ対ジャイアンツの試合解説をやっていこうかな、というふうに思ってます。まず最初に結果なんですけども、結果はですね、4対3で、ジャイアンツが勝利をいたしました。今日のこの勝利でですね、単独首位というふうな形でね、1位になりまして、まあ非常に、嬉しいんですけども、やはりね、まあ、打てないっていうふうに言われてるけども、やっぱりこの、僅差の場面というか、この僅差のゲームをものにしていく、この、粘り強さっていうのは、今年のね、ジャイアンツの大きな特徴じゃないかな、というふうに思ってます。じゃあ、まず、最初に、振り返っていく前にですね、今日のね、僕の今日の、試合の一言メモを言わせてください。はい、こちらになります。普通だったら、ジャイアンツ負けてるよ、と。はい。岡本の、日本のホームランと守備の硬さというふうに言いますけども、実はね、ジャイアンツ2個エラーしてるんですよ、今日ね。なんですけども、非常にね、その粘り強い守備っていうのがありまして、エラーはしてるんだけど、要所の守備が素晴らしい。まあ、佐々木選手の守備もそうだし、坂本選手のね、最後の守備なんていうのはもう神がかってたなっていうところで、そういったね、まあ、エラーはあったんだけど、その、ほんまの肝心なところ、点にほんまに直結するようなところは、なんとかね、いい守備で、いいピッチングで乗り越えれたっていうのがあったんで、今日は非常に良かったんじゃないかなと。いうふうに思います。まあ、ただしかし、やはり、岡本選手の2ホームランに、尽きるのかな、とも、僕は思ってます。じゃあ、今日はですね、左側で、さっきね、得点シーンをさらっと振り返ってきまして、そして右側でですね、僕が気になったところを皆さんに解説していきたいというふうに思っております。じゃあ、まず、得点シーンなんですけども、先制したのは実は、ヤクルトだったんですよね。で、ノーアウト1、3塁から、オスナ選手の、センターのね、これ犠牲フライなんですが、先ほど言いましたけど、佐々木選手がね、ここで、フェンスに飛び込みながらね、バーンとぶつかりながら、キャッチをしてですね、まあ、失点を防いだというか、まあ、犠牲フライの1点だけで済んだっていうところ。これね、もし抜けたりとか、エラーなんかしてると、一塁ランナーがですね、まあ、その二塁付近まで行ってましたんで、間違いなく2点返ってたと思うんですよ。ただ、ここで、しっかり取ってね、犠牲フライの1点だけに抑えたっていうのは、非常にでかい守備でしたね。はい。で、2回表ですね、このね、取られた後にすぐ取り返せたっていうのが非常に良かった。で、岡本選手のホームランなんですけども、後でね、後ほど詳しく解説させてもらいます。で、4回表ですね、こちらもまた岡本選手のホームランというところで、まあ、2点ね、ランナー自由出てましたんでね、2点のホームランというところ。で、ツーアウト1塁で小林選手のね、ツーベースというところで、この回ね、3点取るんですよね。非常に素晴らしい攻撃だったと思います。で、4回裏ですね、2アウトランナーなしから、長岡選手のホームランというところで1点。で、すいません、ここ書いてないですね。これ書いてないですけども、これ9回裏ですね。最後、中村雄平選手のサードゴロ、ゲッツーの間に、1点、取られましたけども、まあ、4対3という形で、ジャイアンツが逃げ切ったというようなところになっております。じゃあ、ちょっと右側でね、僕が気になったところであったりとか、ハイライト動画だけではわからないようなところを、詳しくね、マジで、ほんまにこれ試合見てないって、これ、この動画一本見たら全部わかるからね。それに野球の知識もつくからね。これ絶対見てよ。ほんまに。はい。じゃあ行きます。まず1回裏。先ほど言いましたように、まあ犠牲フライの1点だけで済んだのはすごく良かったよっていうお話しました。本当にそれ、でかくてですね。やはり、まあピッチャーって、先発でね、初回不安定だったりするじゃないですか。気持ちもそうだし、マウンドもそうだし、相手の打線との兼ね合いとかどうだろうっていう風なね、不安な気持ちあるわけですよ。で、立ち上がりもね、やはり球が走ってないとかはいろんなピッチャーいますわ。で、これをね、
ここで2点とか取られたら、佐々木選手が落としたりとかエラーとかしててね、この2点とか入ってたら、もうね、一気にもうヤクルトの雰囲気だったと思うんですよ。で、ホーム球場だしね。なんですけども、これがフェンス当たりながらガーン取りながら、背中多分打ってるんですよ。なんですけど、そこをしっかり取れたっていうのは非常に良かったと思います。はい。で、1点進めたっていうのが非常に良かった。で、これ2回表ね、これ点取られましたと、1回にね、初回取られましたと、ちょっと嫌な雰囲気ですよと。で、岡本選手先頭ですわ。で、ここで、2ボールになるんですよ。2ボールになって、やっぱ相手バッテリー、小川投手も、あまり調子は良くなかったと思うんですよね。制球は、尻上がりで良くなってったんですけど、初めの、序盤っていうのは不安定だったんですよね。その不安定なところを、点取られて、すぐ点取り返した。それに2ボールで、少し外寄りのボールだったんだけど、まあ強引にとは言わないけど、まあちょっと強引かな。強引にも打球上げに行ったみたいな感じで、これがホームランになってしまうというところで、もうバッテリーからしたら、もうたまらんわけですよ、これ。でね、まあ2ボールにしたのは、まあね、制球のミスとか、まあいろいろあるんだけど、これをね、そこまで悪いボールではなかったと思うんですけど、その、外のボール気味をね、ガッチン打って、それをホームラン打たれるわけですから、もうこれね、完全復活と言っても、僕はいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、これ2回裏なんですけど、でね、これ長岡選手、センターバイト出るじゃないですか。で、これ今日もいやらしいバッティングしましたね、長岡選手ね。いい選手ですね、やはりね。で、ノーアウト1塁で中村選手、だったんですけども、これね、3球目のスライダーをワンバンになったところをね、この長岡選手がバー走ってね、いわゆるワンバンゴーってやつでね、ランナー2塁に進むわけですよ。で、ノーアウト2塁で場面でサードゴロに抑えてね、そこは良かったんですけども、サードの前の打球、ボテボテのゴロだったんで、サードベースが開くじゃないですか。だから、二塁ランの長岡選手は三塁、進塁するわけですよね。これ、だから二連続でいい走塁をしてるわけですよ、これね、長岡選手ね。だから、こういう時って、大体点入ったりするわけですよ。うん、こういういいプレーを2個も続けてやられてるわけですからね。で、なんですけども、これワンアウト三塁で場面で、竹岡選手をね、空振り三振取るんですよ、ここね。なんですけど、ここがね、菅野さんが今日、まあそのめちゃくちゃ調子良かったかって言われると、そこまで調子は良くなかったと思うんですけど、インコースのスライダー、特にこの決め球になる、ツーストライクを追い込んでからの左バッターのこの膝元ね、膝のところにスライダーをすごくうまく集めてたんですけど、これはね、多分ね、竹岡選手からしたらね、消えてると思うんですよね。ほんまに、よく言うんですよ。いいスライダーとかいい変化球って、よく途中で消えるとか、視界から消えるとか言うんですけど、あれね、ほんまこう打ちに来て、バットを振りに行った時にポンってこう、カメラでやると、ファンってこう消えるんで、だからバッターからしたら多分、見えてないと思うんですよね。あの辺の最後のところ。だからそれぐらいスライダーの切れ味と、曲がりの遅さと、曲がりの大きさと、で、曲がりの幅っていうところで、もう非常に素晴らしいコントロールも含めてね、これは最後ね、まあ、多少、甘くなってたボールはあったんだけど、この最後の勝負弾を間違えないっていうところはさすが菅野さんだなというふうに思いました。で、次4回表ですね、これね、これまたホームラン打つんですよ、岡本選手はね。これね、またホームラン打つんですけど、吉川選手がね、ワンアウトから詰まったような当たりで、レフト前に行きますと。で、これが大きかったんですよね、ランナーを一人溜めてたのはね、今日の岡本選手の目の前にね。で、これワンアウト1塁で岡本選手ホームラン打つんですけど、これはね、もちろんね、岡本選手の技術、素晴らしいです。ただ、ちょっとね、これね、4球目。まあ、これ、ワンボール、ツーストライクっていう、追い込まれた中、打った球なんですけど、この4球目の、時にですね、フォークボールを行って、これね、ランエンドヒット、まあ、ランエンドヒットという形で、ランナー動かしたんですよ。で、やっぱり、小川投手も、中村捕手も、あ、ランナー動いたなっていうのは分かるわけですから、そこで、少し、なんか、なんて言うんだろう。慌ててしまったというか、ランナーもあるぞと。吉川選手足早いから、あ、ランナーもケアしなあかんわっていうところで、最後ストレート行ったんですよね。で、それも、外低めに、まあ、制球はされてたんだけど、それをね、ホームラン打ったっていうところで、これ素晴らしいなと思います。もう、これアウトコース低めって、いわゆる目から一番遠い場所なんで、すごく打ちにくい。まあ、いわゆる野村監督とかが、まあ、原点とかいう風な言い方をされてましたけども、一番バッターが打ちにくいとされてる、遠いからね、目から遠いんで、力も伝わりにくいし、ボールをミートするのが非常に難しいとされてるコースなんですけども、そこを、まあ、センターの横ぐらいにホームランっていうところで、もうちょっと、素晴らしすぎるなって思いますし、これを打たせたのは、もしかしたらこの4球目に、まあ、エンドランというかね、このランナーを走らせて、バッテリーにランナーを起因させて、
それがもしかしたらちょっと球がね、内側に入ったかもしれないっていうところもあるんで、まあその、岡本選手ももちろん素晴らしいですけども、それを、まあその、アシストしたという形で、そういう走らせたっていうところも、影響があるんじゃなかった、影響があるんちゃうかなというふうに思いました。で、非常に大きかったなと思うのが、坂本選手が今、まあバッティングの状態がちょっと良くないっていうところで、まあショートゴロで倒れて、ツーアウトになるんですけれども、この2アウトから今6番に秋広選手ね、まあ2試合連続で入ってますけども、その秋広選手がしっかりこの2アウトで、本来だったら、今までだったら、すぐね、6番もアウトになってチェンジになってたところを、ここをしっかりセンター前ヒットで繋げたっていうのが大きかったんですよね。で、2アウト10で小林選手がタイムリー打つわけですけども、昨日、チェンジアップをね、ホームラン打ちましたよね。で、そのチェンジアップをホームラン打たれてから、相手バッテリー、中村捕手が、すごくストレートを中心に配球してきてるなっていうのは昨日からあったんですよ。で、これも、おそらく、タイムリーを打ったのは、多分おそらく、内側のツーシームだと思うんですけども、それもまあ、いわゆるストレート系じゃないですか。っていうところで、小林選手も自分がホームラン打ってから、まあ、チェンジアップをホームラン打ってからストレート系が多いなっていうのは絶対感じてたと思うんで、それをね、しっかり狙い打てたっていうところと、まあ、インサイドのね、非常に厳しいボールだったんだけど、まあ、狙ってるからね、それをしっかり打って、フェアゾーンに入れれたっていうのは非常にね、ナイスバッティングだったなというふうに、さすがキャッチャーだなと、読みが、素晴らしいなというふうに思いました。で、次ここね、4回裏なんですけど、これね、まあその先頭村上選手、セカンドゴロ、これね、吉川選手のポジショニング非常に良かったと思います。普通のポジショニングだったらヒットでしたね。で、ワンアウトからサンタナ選手空振り三振。で、まあこれツーアウトランナーなしで、長岡選手にホームラン打たれてしまうんですけども、ここね、まあカーブ行って、ボールになって、で、カットボール、まあちょっと取りに行ったボールが内甘になって、ホームランになってしまうというところで、まあその、長岡選手ね、先ほども打席でヒット打ってますし、まあ今日3安打してるのかな、状態良かったというところで、まあこれからね、気をつけていきたい。まあその、だって、オスナ・サンタナとか村上とか終わってから、ちょっと一息やっぱピッチャーをしたいじゃないですか。そこが強力だからね。で、そこに、その終わった後に6番にこの長岡選手がいるっていうのは、で、長岡選手自体が状態が上がってきてるっていうところは、非常にね、相手バッテリー、まあジャイアンツバッテリーもそうですけども、非常にね、気が抜けない打線になってるんで、そういったところで、これからはね、長岡選手も状態が上がってきてるんで、そこもマークしていかないといけないっていうところがあるんで、非常にね、明日以降の戦いっていうのは、非常にね、警戒すべきバッターが多いので、難しくなってくるんじゃないかなというふうに思ってます。で、ここですね、6回裏なんですけど、これね、一番この間も言ったと思うんですけど、3巡目ってすごく難しい打順になるんですよ。1巡目、2巡目という風に、まあ、菅野さんのね、球筋を見てるわけですから、まあ、配球とかも含めて、やっぱ慣れてくるんですよ。読みでやったりとか、いう風なね、ところで、で、3巡目って大体6回、7回になることが多いんで、そこって、やっぱ後半勝負というか、一番、難しい回になってくるんですけど、そこの、2番、3番、4番っていうところの打順だったんですよね、この6回裏。これ、ここが一番難しい打順なんですよ。なんですけど、そこをしっかり菅野さんが、三者凡退に取れた。丸山、セカンドゴロ、オスナ、レフトフライ、で、村上、空振り三振っていうところで、一番難しい打順。一番、体力的にもきつくて、相手にも、球筋が分かってきて、読まれてきてて、一番点が取られたくないっていう回、この6回裏にしっかり三者凡退、一番いい打順でね、相手の。っていうところで、できたっていうのは非常に、大きかったんじゃないかな、というふうに思います。で、7回表ですね、ここですね、まあ、非常にチャンスを作ってっていうところ、タイムが入らないっていうところなんですけど、まあ、その、丸選手が、ライト前ヒット打ちますと。で、ドアウト中で佐々木選手がバントを、2回失敗しちゃうんですよね。2回失敗して、まあ、バスターエンドランという形で、ランナーをね、進めますと。で、これは、佐々木選手がバント失敗したんだけど、ベンチの采配で、まあ、その、ランナーを進められたっていう、ところかなというふうに思います。で、ワンアウト二塁で、吉川選手がいい当たりの、ファーストライナー。で、ツーアウト二塁で、岡本選手回ってくるんですけど、一塁が空いてる。ましてや、これ、日本今日ホームラン打たれて出る。で、これ以上点取られたくないというところで、申告敬遠するんですよね。で、ここで、まあ、ブーイングが起こると。で、まあ、その、ブーイングは別に僕は、これはね、するべきじゃないというか、まあ、これ作戦なんで、仕方ないことだと思うし、まあ、ここで、ブーイングみたいな感じは、なんか出てたんですよ。ブーみたいな感じ言ってたんですけど、まあ、ファンの気持ちはわかるんだけど、それはね、作戦なんで仕方ないことかなと、僕は思います。
で、ツーアウト一、二塁で、坂本選手が、まあ、サードゴロに倒れてしまうわけですけども、やはり、まあ、全員が全員状態が上がってくるかって言ったら、すごく難しいですし、ここでね、やはり岡本選手が今状態がね、今日の試合ですけども、非常に上がってきたっていうところで、やはりまた、5番打者の重荷というか、重要性っていうのはまた高まってくると思うので、非常にね、この坂本選手の状態っていうところも、まあ、気がかりというか、重要になってくるんじゃないかなと、今後のね、岡本選手が上がるにつれて、5番のマークっていうのはね、非常にこう難しくなってくるので、はい。そこは、これからの坂本選手の打撃というのは、期待したいなというふうに思います。で、これ7回裏ですけども、7回裏ですけども、ここなんですよね。もうこれ奇跡と言っても過言ではないぐらいの、展開だったと思います。これ、先頭にサンタナ選手にですね、これヒット、センター前ヒット打たれて、で、ここで、菅野さん降板するんですよね。インタビューで、まあ、この回、7回裏を投げ切りたいというふうに言ってましたけども、まあ、ここはね、僕は交代かなというふうに思いました。で、ここで大江ですね。大江選手が出てくると。で、ノーアウト一塁で、長岡選手が、もう、木を照らったというか、もう、全くもう、めちゃくちゃうまいセーフティーバントしたんですよ。なんですけど、坂本選手がグーッ出てきて、パーンパーン投げて、ファーストギリギリアウト取るんですけど、これもね、まあ確かに坂本選手打てなかったかもしれないけど、今日、素晴らしいプレーね、まず1個目ね。はい、これはね、ちょっと普通の涙サードやったら多分これ無理ですわ、これ。このダッシュの、この、なんていう、ランニングスローからの、送球の強さっていうのはなかなか無理だと思います。はい、で、ワンアウト2塁で、これ中村選手の時にですね、3-2になるんですよ。3ボール2ストライクになった時に、大江選手、牽制投げるんですよ、2塁にね。で、これは、キャッチャーが、いわゆるミットを落として、こう、パンって、まあ、ジャイアンツって、シンコとか言うんですけど、シンコっていうサインなんですよ。なんですけど、こう、ポンってこう、キャッチャーがミットを下ろした時に、大江選手が、パッて、投げるっていうサインがあるんですけど、それで少し送球がね、ランナーにこう、当たってしまってというか、こう、それてしまって、ランナー3塁になるんですよ。もう、こういうミスする時って、大体点取られるんですよね。で、これ中村選手、フォアボールでしょ？で、ワンアウト1、3塁。で、ここで、代打のね、青木選手出てくるんですよ。もうこれもう点取られるフラグもうビンビンなんですよ。もう点取られるやろなって思って見てました。それが、なんと2球目打って、セカンドゴロゲッツー取れるんですよ。これはね、もう素晴らしい奇跡だって思う。奇跡とか言ったらダメなんだけど、もう普通にその牽制のミスして、あんな感じでフォアボール出して、これで代打青木選手出てきて、これ普通やられるやろって展開なんですよ。なんですけど、ここを4-6-3のゲッツーでましてや。抑えれたっていうのはマジででかかった。で、後半の、その試合の終盤のゲッツーってマジででかいんですよ。はい。で、8回裏なんですけど、これ8回裏もですね、これチャンス、ピンチか、ジャイアンツからすると、ピンチなんですよ。これね、高梨さんが投げ出て、2アウトから丸山選手ヒット打たれて、センター前ヒット打たれて、で、2アウトで注意でオスナ選手にフォアボール出すんですよ。これも、やっぱホームランを警戒して、やっぱり外外になっていくんですけど、やっぱりね、ホームラン打たれたらあかん、中に入ったらあかんと思うから、やっぱちょっと微妙なコントロールずれるわけですよ。で、フォアボールになりますと。で、2アウト1塁で、ここで村上選手来るんですよね。もうこれも、やばいなって。これ2回連続これピンチじゃないですか。で、それで、スライダー行って、ストレート行って、で、3球目ストレートの外を要求してたんですけど、それが、高梨さんが球抜けて、インサイド行ったんですよ。インハイぐらいに行ったんですよ。それを村上選手が打ってファールになるんですけど、僕実際この3球目がインサイドに行ったことが結構良かったんちゃうかなというふうに思ってて、ほんまは外に構えてたんですけど、それが内に行って、インハイに行って、村上選手が振ることによって、村上選手は構えてるとこ見えないですから、あ、これ俺にインサイド来てるってやっぱ意識するわけですよ。で、そこで、最後もまたストレート行くんですけど、それも、ちょっと真ん中高めぐらいに行って、それを引っ掛けてね、カーンって引っ掛けて、セカンドゴロに打ち取るんですけど、これが、変にね、この、外とか行ったら、パーン打たれたかもしれないですけど、なんかこの一球インサイド見せて、次外ちゃうかって思わせてるとこに、もう一回高め行ったみたいな感じで、なんか、いい意味でなんかその、キャッチャーのリードじゃないんだけど、いい意味でこう、高梨さんのボールが散らばって、村上選手になんか考えさせて、で、引っ掛けさせたっていうのがあったんで、これね、2回連続ね、ピンチで、これ、よう抑えたなっていう、まあ、奇跡っていう言い方はあれなんですけど、この今のね、ヤクルトの打線の強さで、これはよくやったなというふうに思います。で、
結局ね、これ9回表もう、萩尾選手が代打出てくるんだけど、ヒット打って、で、ノーアウト1塁で丸さんで463ね、643ね、ショートゴロゲッツーで、佐々木選手見逃し三振っていうところで、せっかく先頭出たのに、ゲッツーで結局3人で終わっちゃうってところなんですよ。これ、いわゆる、これ、嫌な雰囲気流れてるわけですよ。うん、わかるでしょ、皆さんね。で、それ最後9回はね、で、これ、言うたら3イニング連続チャンス作られてるんですよ。あの、この、ヤクルトにね。で、それで、バルドナー出てきますと。で、ギアめっちゃ上がってますと。で、サンタナにいきなり、ライトに、もうギリギリ、もうホームランギリギリのツーベース打たれて、で、ノーアウト2塁で、これね、長岡選手、今日めちゃくちゃ状態いいよね。このまっすぐのね、152キロぐらいのボールを、パーンってうまいことレフトに打たれると。で、ノーアウト1、3塁。で、もうこれ3イニング連続よ、これ、ピンチね。もう絶対点取られるやろっていうふうに僕思ってるわけですよ。で、ノーアウト1、3塁で中村選手と。で、まあやはり4対、この時点で2ですから、やはり打ってつなげたいというのがあるんですよね。で、ジャイアンツからしたら、1点取られてもいいけど、なんとか1点差で逃げ切ってくれっていう形なんですよ。だから、内野手は後ろで守ってたんですよ。もう1点 OK ですよと。ゲッツー体制できますよっていう。で、ヤクルトからしたら、1点はもちろんもらいたいし、なおかつ、これ、2アウト2塁っていう形でね、もし、じゃあ、ワンアウト2塁か。ワンアウト2塁っていう形で、次のね、バッターを迎えたいわけですよ。なんとかゲッツーだけは避けてくれっていう形なんですよね。うん。だったら、ゲッツーだけ避けたら、2塁にランナーいるからっていう形で。で、ここですごかったのは、これ、坂本選手ね、先ほどセーフティーバント、すごいスローイングしましたっていうお話しましたけども、ここでね、まあ、サードゴロ飛ぶわけですよ。で、坂本選手もここで絶対ゲッツーもらえないっていうのを分かってるわけですよ。で、だから中村選手、足はめちゃくちゃ速いわけじゃないんだけど、やはりサードからサードゴール飛んできてゲッツーを取るためには、ある程度、早めに取って、前に出て早めに取って、早く送球しないと、サードからセカンド、セカンドからファーストっていう感じで距離があるから、早めに取らない、前で取らないといけないんですよ。で、そこで、ボテボテのゴロ来たんですけど、それをね、パーン前出て、ジャンピングスローして、吉川選手、つないで吉川選手、ファースト投げて、アウト取るんですけど、これね、スーパーファインプレーね。はい、スーパーファインプレーね。だから、確かに今日打てなかったけど、岡本選手ね、自分の目の前のバッターを敬遠されて、すごく悔しかったと思うんだけど、その悔しさを守備でね、晴らすというか、もうこの二つのプレーですけども、これ素晴らしすぎて、ちょっともう鳥肌もんですわ。これね、待って取ってたりしたら、もしかしたらファーストセーフになって、またランナー残るわけですよ、これね。っていうところで、またやられる可能性増えてくるんですけど、これで、次ね、これゲッツー取ったんで、1点は入ったものの、2アウトランナーなしっていう場面を迎えるわけなんで、これはね、非常に、まあ、エラーはあったんだけど、坂本選手もそうだし、坂本選手の二つの守備もそうだし、佐々木選手の、守備もそうだし、だから守備の、硬さというか、めちゃくちゃね、本当に、最後の一点取れるか取れないかみたいなところの差って、あんまり大きい差じゃないのよ。うん。だけど、こういうちょっとしたアウトを一個取れたとか、ここで、なんて言うんだろう、返さなかったとか、そういうちょっと一個一個の積み重ねが最後のこの一点の差になるから、マジで野球って思うのよ、だからね。で、最後、まあ、匠が出てきて、北村ね、代打出てきて、非常にいい反応してましたし、いい打球を打ったんだけど、最後、ライトフライか。ライトフライというところで抑えれてね、僕思ってましたよ。お前、匠ホームランとか打つなよと思ってたんですけど、はい、まあ、彼もね、生活があるわけですから、頑張ってるわけですけども、非常にいい当たりだったんだけど、ライトフライというところで、1点差でね、単独首位と、勝って単独首位というところで、非常に、気持ちいい試合だったし、すごく見応えのあるね。僕はすごく、もしかしたら今年一番好きな試合だったかもしれません。はい。てな感じでね、今日はすごくいい試合だったんですけども、明日もね、まあ試合ありますし、これからね、どんだけこう、周囲にいられるか。うん。まあそれは理想を言えばね、優勝っていうのがいいんだけど、まあいろいろね、阪神も、他のチームもね、団子だし、どこかが調子良くなったらすぐ上がってくるだろうし、悪くなったらすぐ下がるだろうしっていうところで、まあ非常に、まあパリーグとは違って非常に混戦なんで、非常にそういった意味では緊張感もあって、どの球団のファンも、まあ優勝を目指すことができるっていう環境下にいるので、非常にね、
今年ね、面白いセリーグになってるんじゃないかなというふうに思いますんで、これからもね、僕は巨人を中心に応援していきたいと思いますし、まあ、試合解説以外ではですね、まあ、その、ジャイアンツ以外の、情報もね、発信していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。